この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。ポピポポン、のび太、四次元チェストからアイテムガポガポの巻。ロン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 。というわけで、画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライト。というわけで、のび太です。はい、なんか全然似てないドラえもん出てきたけど、この帽子見てください。今のドワイトの竹小豚ついてますよ。これ今オーリックセルを購入すると特典でついてくるっていうね。いや、これ帽子の上に竹小豚、もう竹、いや帽子の上にこのプロペラってもう竹小豚にしか見えないんだけど、まあ、これがねゲットできるんで、皆さんぜひゲットしてみてください。もうそれに合わせて名前ものび太にしてきちゃったんだけど、もう本当私昔のドラえもんしか見てなかったんで、昔の大山さんのね声優の感じでしか喋れないんですけど、まあ、だとしても似てないんだけど似てないんだけどもまあそれでね、今回のび太実況で、のび太実況でなんだのび太の真似はできないんだよね。ドラえもんっていう感じでしかいけないんで、まあ、今回はね、ドラえもんが用意してくれたチェスト、異次元じゃない、四次元チェスト。この四次元チェストの中から、まあ、コソドロ査定最後の切り札を使って、ガッポガポにアイテムを使いながら、攻略していきたいかなと思います。ペイルローズか。はい、行きましょう。完全に竹小豚だよな。でも回んないんだ。これ動いてて欲しかったね、上のプロペラ。これ最初走らないでアイテムのとこ行きます。足跡最初出した。本当です。ん？塩呼ぶ追跡者が。どうだ。結構ね、塩呼ぶ追跡者、露見する闇重ねる人いるんで。ハントレスに何みたいですね、死を呼ぶ追跡者。さあとりあえず開けましょう。さあどうだ、じゃかじゃじゃん、壊れた鍵。シャカシャカシャンシャンシャン、ツールボックス。いやちょっと待って、アイテムゲットするときの音楽なんだっけ。内示してくれる、無理なもんは無理。面白い名前だね。さあ、有能の証明、来てくれたんで、ここからこのツールボックスと合わせてガリガリに進めます。ドラえもん、この発電機どうにかしてよ。よし、これアーカイブね、一応ツールボックスを全部使うっていう。あと1回だな。いや早いな、やっぱこの有能の照明とツールボックス合わせたらめちゃくちゃ早いね。 OK、 じゃこれ持っていきましょう。いいね、指輪ついてるんでオブセの人が見れる。ただオブセの人が釣られている。バベチリあるんじゃないかな。トーテム2個発見したね、これで。まあ上、私アイテムここいっぱいある、やりましょうか。どうだろう、一人追われてるな、どうなんだろうね、いけるかな。お、ナイス救出。その間に私が発電機、ちょっと待ってよ。じゃあ先にちょっと鍵を置いて、ドラえもん、なんか生活に役立つもの出してくれ。さあ出てきます、四次元チェストから。チャチャクラチャチャチャン、救急キット。怪我した時にめちゃくちゃ高速で治療できるあれもあるね。ライトか、じゃ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 ん、スモールライト。飛んでくるかな。まあ相手が直接小さくなるわけじゃなく、プライドとかをズタズタに切り裂いて
自己肯定感を減らすというライトになります。キラーの自己肯定感をバキバキに減らしていくっていう、はい、ライトになるんで、うん、よし、とりあえず休憩キットにしておきましょうか。あの人多分次ガリガリにトンネルされると思うけど、どうしようかな。いや、釣られてる人がおぶせだから、これ持ってっても意味ないね。こっちにしようか。うん、なるべく肉壁に行ってあげたいな、次。お、そこのドワイドも。あ、来た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 。怖い怖い。よし。次救出されてからが肝だよ、それ。さあ、さあどうなる？できるだけ進めとこうか、ほぼ。おっと、デッドハード。いや、違うな。与えられたようかな。あ、お、肉壁祭り、肉壁祭り。いいね、いいね、いいね。一人肉壁。その間に私も肉壁行きましょうか。ドラえもん、人一人、命を助けたいよ。ちょっともうここで治療しましょう。ナイスに倒し、そのタイミング最高。よしよし、私もギリギリまで注意引きましょうか。あ、あ、あ、いいよいいよ、通っていいよ、通っていいよ。お、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 待て待て、お、私、何？こう。危ね、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 危ね。あの仲間を救わないと。行くぞ。いや、板のとこでダウンしてるならワンチャンある、ワンチャンある。ナイス、デッドハード。ドラえもん、板のところに倒れてる。仲間を救いたいよ。いや、これね、ガンガンプレッシャーかけて。お、ちょっと待って、違う、ドワイトが狙われてる。今今今今、いけ、間に合うか、間に合うか、間に合うか。やばい、危ね。よし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 。いや、ナイスに壁。いや、これとんでもないことになってんだけど。すごいね。よし、別の人が、別の人がダウン。これは大きい。ちょっと待って、狙われてるぞ、他の人も。違う違う、やっぱあのビット量が狙われてるわ。なるべく起こしましょう、これ。ドラえもん、もっと早く起こせる道具ちょうだいっていうね。ほんと何一つ似てないっていうさ、絶望的状況ではあるんだけど、ある意味。こっち行こう。あ、そういえばね、今回最後にちょっとしたお知らせがございますので、ぜひとも最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、っていうか、映画ハロウィンのハロウィンエンズ、私試写会に行かせていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白かったね。いや、まあ、ハロウィンを進める一本目には絶対してはならないかなと思うんだけど、あのハロウィンキルズ、ハロウィンエンズっていうか、ハロウィンとハロウィンキルズを見てから完結として見る最後のハロウィンイベントなんですよ。だからこそグッとくる人間ドラマ、マイケルの描き方みたいのがありましたね、うん、だからハロウィン、ハロウィンキルズに比べるとめちゃくちゃ地味な。ちょっとアイテム取ろう。いや、あの人頑張ったな、ビットリオ。っていうか、ビットリオを肉壁した我々も頑張った。ドラえもん、4次元チェストからなんか命を助けられる道具ちょうだい。テテテテテテテン。いや、効果音が合ってんのかもわかんない。めちゃくちゃ助かる、これ。ドラえもん、これで頭に負った傷治せるよ。もう一人がダウンしたか。もう一回でもあさらしていただきましょう。査定なんでね、いくらでも道具出てくる。まあまあ持ってくか。
もしかしたら役立つかもしれない。スモールライト。とりあえず発電機私優先しますね。残り1台なんで。え、ちょっと待って、こっち来て、あ、こっち来てるのは助けられるね。ナイスナイス救助。よし、こっからはもう発電機ガン回し行くぞ。やってるやってる、任してくれ。いや、ここで一人落ちてるんですけども、他の人たちリーチじゃないんで、めちゃくちゃこれ大きいっすね。あれ、もう一個宝箱ある、いや、あ、そっか、これで全部か宝箱。合計6回漁ったんだ私。頑張れビットリオ、進めるだけ進むぞ。そうだから、ハロウィンキルズね、ハロウィンキルズから見ないでください。はい、もちろんだけど、あ、ハロウィンエンズ、ハロウィンエンズね、ハロウィンエンズから見ないでください。ハロウィン、ハロウィンキルズで、ハロウィンエンズに行ってこその、まあ面白さみたいなのありましたね。うん、単発だとね、あれマイケル全然出てこないじゃないかみたいな、結構地味な印象として強いんですけど、ハロウィン、ハロウィンキルズを保管する最後のエピソードとしては、まあ、秀逸な展開になってますんで、うん、ちょっとなんかツッコミどころもあったんですけど、おすすめしたいなと思ってますね。まあ、そもそもハロウィンシリーズを見たことないっていう人はね、1978年版のハロウィンを見た後に、それのリワークされたようなね、リブートされた、ハロウィン、2017年版だったっけ、え、2019か、2019だったっけな、ちょっと年数忘れたけども、ハロウィン、ローリーがおばあちゃんになって出てくるやつね。うん、でそっからのハロウィンキルズ、もう街でボートとかした人々 VS、うん、もう永久立ち目お兄ちゃんがもうひたすら戦うっていう映画、アクションエンターテインメント。ワンはやっぱその昔の過去のを引き継いできて復活したマイケルが殺戮を犯す現代版のモダンなね、いやさすがだねっていうような、さすがブラムハウスだねって、ブラムハウスが制作なんですけどもというような作品になってます。ちょっともう開けるの優先します。これあれ、ここにないぞ。あー、これゲートとゲート近いな、ハントレスの斧が届く範囲かもしれない。ゲートに手かけた、どっちだ、もうこっちだよね、あ、こっちだね。じゃあ私が救出行きましょうか。ここ飛んでくると怖いけど、ちょっと行ってきましょう。お、自分で脱出した、すげえ、4パー、これ肉壁します私。危ねえなあ。いや、こっからデッドハードどこで出すか、いけるか、構えた、今危な、完璧なデッドハードだったね。というわけで伸びた無事脱出となりました。いやー面白かったなこれ、やっぱ4次元チェスト良かったね、4次元チェストパーク良かったね、隠ればなしだったんだはい、そんなわけでですね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それと今回ですね、ご報告がありまして、今一体どんな報告かと言いますと、ツイッターの方でももうつぶやかられてはいるんですが、デッドバイデイライトのイベント、こちらオールゲーム、ゲームズバトルチャンピオンシップ、という ABC ゲーム、はい、こちらがねイベントを開催されます。めちゃくちゃ大きなイベントになってます。川崎だったかな、イベント会場、
で今んとこ決まってる出演者もめちゃくちゃ豪華で、まずリーダー私、カノエコさん、フルコンさんっていうこの3人のリーダーがドラフト的な感じで、プレイヤーをピックアップしていって、対戦しようっていう企画になってます。で、まあ、どんどんね第2弾 の、 あの出演者の発表もあったんですけども、品川博さんとか声優の高槻かな子さん、グラビアアイドルの方でユノシーさんとかね、まあトシゾウさん、トシちゃんとかも第2弾で発表されてたんですけど、もちろん、第1弾では別にもっとね、たくさんの人たちが、出演決定されてます。例えば第2弾でも吉田彩乃さんとかかな、乃木坂の方、ですかね。あとゴージャスさんとか、レプチンさんとか、ゆずきしろさん、コスプレイヤーの篠崎心さんとかね、はい、もうこの辺はね、もう皆さんもご存知だと思いますけど、顔上さん、などなど、もっとね参加者が増えるということで、さらに MC は松本佳代さん、ということでですね、超豪華メンツで、ドラフトしながら、このイベント、1日限りのデッドバイデイライトイベントありますので、ぜひともね皆さん、見に来てほしいな、見てほしいなと思います。詳しくは動画概要欄の方にね公式ホームページリンク貼ってありますので、チケット販売などなどはそちらでね、随時ご報告されるんじゃないでしょうか。皆さんと共に私も頑張って盛り上げていきますので、よろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。そういうことだ。